鹿島でデビュー、紫紺期から FC 東京に移籍、パリオリンピックのメンバーにも選出された荒木亮太郎。今回はそんな荒木の面白エピソード50連発を紹介していきます。 U23 アジアカップの決勝で62分から途中出場した荒木、しかし76分にディフェンスラインの裏に抜けた際に相手 GK と激しく接触、うつ伏せの状態で地面に落下し顔面をピッチに激しく打ちつけてしまった。鼻血も出ていたがスタッフが状態を確認した上でプレーを再開した。しかし結局試合の終了間際に担架でピッチ外に運び出されてしまい、表彰式にも参加できずロッカールームへ運ばれた。優勝の喜びに沸く中で SNS 上では、荒木大丈夫なんかな、優勝したけど荒木が心配すぎて素直に喜べないといったコメントが殺到した。ファンが心配していた荒木だったが、日本サッカー協会からは症状の改善が確認できたため帰国したと発表された。大事に至らなかった荒木からも自身のインスタグラムのストーリーで無事着きました、元気ですと綴られ、山田大輝とのツーショットが公開された。ネット上では脳震盪を起こした荒木に対してその場で交代させてもよかったのではとの声も上がる。実際に J リーグでは脳震盪による交代が認められている。しかしアジアカップでは脳震盪の交代はなしというレギュレーションだったため、0対0の状況では簡単に交代が決断できなかった要因となった。木は衝撃の一言を放つ。記者に U23 アジア杯で感じた課題はあるかと聞かれた荒木、 U23 アジア杯は脳震盪で覚えていない笑いと会場を笑わせた。サッカーを始めたのは年中、年少くらいからで、父親が教えていた小さなクラブチームに通っているうちにサッカー一本になっていった。小さい頃はテレビを見た記憶もなく、所属していないクラブチームの練習にも参加したりして夜までサッカーをしていた。中学1年の時は試合に出られずコーチからもずっと怒られていた。しんどい時期だったが、それでも練習が終わって家に帰ってからもずっとサッカーをし続けていた。コーチに怒られてへこむけど、自然に体がグラウンドに向かっていたというくらいサッカーが好きだった。中学2年の時にどうやったらプロになれるか考えた時に、東福岡高校で10番をつけてキャプテンをやっている人は毎年プロになっていると気づく。荒木はそこを真剣に目指してその通りに実現させるが、高校3年間の試合の結果はあまり良くなかったので、もっとサッカーに打ち込むべきだったと振り返る。現在のニックネーム太郎は、中学生の時から呼ばれているニックネーム。中学までは亮と呼ばれていたが、中学の同じチームで別に亮がいたので太郎になった。本人としても太郎が気に入っている。2023年シーズンまでは鹿島アントラーズに所属していたが、 FC 東京からのオファーがあり移籍を決断した。クラブのスタイルに惹かれたことが大きく、ボールをつなぐサッカーが自分に合っていると思っていたので東京で戦うことを決めた。移籍にあたり相談したのは鹿島アントラーズでチームメイトだった小泉家。きっと太郎に合うチームだよと声をかけられ参考にした。また東京にはパリ五輪世代のバングーナガンデヨシフミ、山月などの知り合いも在籍しているのでチームに溶け込めるかどうかの心配はしていなかったそう。その言葉通り、荒木は FC 東京で大活躍。開幕から6試合で5ゴールを奪って本領を発揮した。取材でできすぎですか、当然ですかと聞かれ、できすぎとも思いますけど自分の実力はもっと出せるとコメント。さらにみんなと良い関係を築けていて本当に楽しくやれていますと、スーパーな活躍はチームのおかげであることを強調。鹿島アントラーズでプロデビューしたが、合流当時はプロのレベルの高さにかなり面食らい、ちょっとやばいなってと思ったという。一人一人技術もそうだけど、プレースピードがとても速いし、パスも正確だし、質が本当に高いと苦笑いするほどだった。しかし荒木の成長のスピードは周囲の想像をはるかに超えていた。あっという間にプロのレベルに適応し、プレシーズンから頭角を現す。トレーニングでも周りの選手と同じくらいのレベルになってきたかなと手応えを感じ、リーグ開幕戦で早くも出場機会を得る。実は鹿島アントラーズで高卒ルーキーがリーグの開幕戦に出場するのは2006年の内田篤人以来の14年ぶりとなる。後半15分からの途中出場だったが、直後の後半16分には相手からボールを奪い、右クロスを上げてチャンスメイクした。後半37分にはドリブルで持ち上がりシュートも放つ。2年目の2021シーズンには34節のサンフレッチェ広島戦のゴールで2桁得点を達成。なんと10代での2桁得点は1994年の城彰二以来27年ぶりの快挙。試合後の会見で城さんは偉大な方で、その方に並べたのは素直に嬉しいですと喜びを語った。勝負運を引き寄せる秘訣として、ゴミが落ちていたら拾うことを実践している。そういう何気ない日常の心持ちも
打ったシュートがポストに当たって入るか入らないか、ルーズボールが自分のところに転がってくるかどうかを引き寄せると小学校の時から大切にしているという。 FC 東京移籍後、サンフレッチェ広島とのホーム開幕戦で華麗なフェイントから豪快な同点弾を突き刺すと、そのままゴール裏のサポーターのもとへ。すると荒木は右手を上から下に下げつつ上体を倒す西洋貴族式の挨拶でよろしくお願いしますアピール。このお辞儀パフォーマンスは話題となるが1回限定の予定。リーグ開幕戦のセレッソ大阪戦でもゴールを決めた際、胸のエンブレムを叩くパフォーマンスを披露していたが、事前にパフォーマンスを考えることはあまりなくとっさに出てきたもの。しかしホーム開幕戦でのお辞儀パフォーマンスはしっかり準備していて、ゴールもしっかり決めた。プロ3年目のシーズンは負傷に苦しみ、ヘルニアの手術で3ヶ月の離脱もあった。そこからパフォーマンスが上がらず、代表からも声がかからなくなる。4年目のシーズンも出場機会が得られない状況になり、心機一転環境を変えるために鹿島を離れ FC 東京へ移籍する決断をした。 FC 東京では経験豊富なベテラン選手たちからアドバイスを受けている。その中で印象的だったのは、長友からの全部体幹で治るの一言。長友も大学時代にヘルニアで苦しんだことがあったが、体幹トレーニングで治したという、至って真面目なアドバイスだったが、あまりの直球アドバイスに周囲の人は笑ってしまった。劇場版ブルーロックエピソードナギーと J リーグとのコラボイベントに荒木が登場。そこで推しキャラを聞かれると、本当はナギと言いたいんですけど、清志与一、自分もゴール前でパスを出して確率の高い選手に決めさせますと、劇場版の主人公ではなくパスを出してしまうキャラを選択。 J リーグ30周年の企画で J1 全クラブから1人ずつポートレート写真が撮られ、渋谷駅周辺に掲示された。鹿島からは荒木が選ばれ、自身のインスタに渋谷駅に行った写真を投稿。掲示されたポートレート写真とともに記念撮影をしたカットだが、黒いパーカーがプライベート感を醸し出し、こんなイケメン歩いてたら一回止まるとコメントされる。荒木の彼女は女優の長江里乃と噂されているが、付き合っているとの公言やリークもなく、あくまでも噂ではある。同じ福岡の高校に通っていた過去があり、学年も一つ違いのため高校時代に付き合っていたと言われるが、 SNS での匂わせもなく恋人がいそうな雰囲気はない。鹿島アントラーズ時代に鈴木優馬との手つなぎ写真が SNS に投稿される。クラブ公式の X にも手つなぎ動画が投稿され、ファンからはネタとして2人は付き合ってる、私の中の負が大盛り上がりして大変 WWW と話題になる。女性雑誌の取材で最強のデートプランについて答える。日にち情を味わいたいのでドライブして鹿島を出ます。横浜のみなとみらいが好きなので第三橋で夜景を眺めたいですね。あの絶景は大半の女性が気に入ると思うと勝負をかけたい日のプランを明かす。内田篤人が鹿島アントラーズの後輩である荒木について、荒木ちゃんいいですね、ちょっと前に髪切ったんでご飯行きませんかって誘われた。あいつくらいなんですよ、結構フランクに誘ってくるのはと語る。他の後輩はかしこまって誘ってくるため、荒木のことを可愛いなぁと思っている。パリ五輪出場を決めた U23 アジアカップの準決勝イラク戦でスタメン出場した荒木、1対0と日本リードで迎えた42分に巧みに相手の裏を取り、キーパーの動きを見極めサイドネットを揺らす追加点を決める。試合を決める得点となり、大事な試合で大きく貢献した。その試合を見ていた小学生時代の恩師シャルム熊本 FC の山川監督は胸が熱くなる。荒木への指導でキーパーの動きを見なさいと言ったことがあり、それ以降キーパーの動きをずっと見ていたそう。準決勝の後に、あとはキーパーの動きを見て決めるだけでしたと語っていたので、あの子らしいと感じた。鹿島時代に荒木が一番一緒にいた気がするチームメイトは常本慶和で、常本がスイスのチームへ移籍が決まったタイミングでインスタにたくさん写真があったから、たくさん写真を載せたと秘蔵ショットを公開。フォロワーからはこんなの泣くに決まってると感動のコメントが寄せられたが、カップルやんとのツッコミも。パリ五輪に向けてアメリカ遠征を行った U23 日本代表、そこで話題になったのが荒木のイメチェン。両側に青いメッシュを入れた衝撃的なヘアスタイルに、蝶々みたいだと言われると話す荒木に対し、山本里志陣はどこが蝶々なんだよとツッコミ、松村優太からもかっこいいと思ってないよ正直と指摘される。荒木は鹿島アントラーズ時代に3000万以上すると言われる高級車ランボルギーニウルスを購入。2023年当時の年俸が約2100万円と言われていたので、年俸よりも高い車に乗っていることになる。プロスポーツ選手はローンが組みづらいため、お金を貯めて購入したと予想される。鹿島アントラーズで出場機会を失い、
FC 東京への移籍後の活躍から完全復活と言われるが、荒木自身は完全復活という言葉が嫌いで、言われるのも嫌なんです。自分としては試合に出られれば活躍する自信はあったとプライドを覗かせる。 FC 東京の練習で2人1組の体幹トレーニングを行っていた荒木、組んだ相手の足を押さえている荒木だが、なぜか広報が撮影しているカメラをガン見、さらに自分のトレーニングの際もなぜかカメラから視線を外さない。サービスのつもりかわからないがシュールすぎる絵になっていた。 FC 東京でのシュート練習で至近距離からのルークシュートを決めて、さすがのセンスを見せる荒木も嬉しかったのか、カメラに向かって撮ったよねと可愛すぎるアピール。次のプレーでは同じような角度から今度はニアをぶち抜く強烈なシュートも決める。 FC 東京に取材に来た内田篤人にサプライズで誕生日ケーキを用意した荒木。サプライズ前に松木と2人で準備するが、栗を食べちゃえよと言ったり、しっかり歌つきで私内田も照れながら喜んでいた。練習グラウンドでのインタビュー前に髪型を気にする荒木。風が強かったのか寝癖かはわからないが、なぜか大爆発のボサボサ状態。スタッフも協力し、何度も髪を撫でつけなんとか整える。しかし髪型を気にする荒木には、まあイケメンだしサッカーやめてモデルでもやっとけとコメントが来る。普段は自然体で自由奔放な雰囲気がある荒木だが、試合の告知動画でサポーターに呼びかける動画では別人に、硬い表情でカンペをガン見なしながら、たどたどしい口調と棒読みで、ぜひ味の素スタジアムにお越しくださいと正気の抜けた表情で仕事をこなした。ヨーロッパへの移籍に関してはそこを目指していますし、いずれは行きたいと思っていますと正直に語る。希望としてはプレミアに行ってみたいとして、マンチェスターシティのサッカーはいいと思うし、ブライトンに行ったら才能を伸ばしてくれそうと憧れのチーム名も出してみた。鹿島での動画収録の準備中に何か虫がと飛んできて、蜂という荒木、スタッフから蜂ではないと言われると、今度はアブアブって何をしてくるんですかとよくわからない心配をする。最終的にスタッフが虫を叩くとはと情けない声を出してしまう。1億円もらったらどうするの質問に対して、熊本の実家に豪邸を建てると返答。ただし田舎だから3000万での余裕で豪邸が建つだろうということで、福岡にも家を建てるとまさかの二軒建て案を発動。てっきり親孝行的発言かと思いきや、自分が住みたいとのこと。外から見た FC 東京と実際中に入ってみた FC 東京の違いはという質問に対して、めちゃくちゃ温かいなと感じましたとみんなから話しかけられていることをアピール。長友からもプレーに対して全部メンタル面で変わるとメンタルモンスターらしい助言も受けるが、荒木は大舞台でも緊張しないとふてぶてしく笑った。シャイな一面と気が強い一面、どっちが本当の荒木選手ですか。聞かれ、サッカーをやっているときは心の底から楽しんでやってるからこそ真剣な顔になる、それ以外のオフはお前何も考えていないなとよく言われると自分の二面性を分析。ファンは真面目に分析する荒木の表情を分析し、結果はイケメンすぎる。鹿島タイトスの試合、味方のファールで相手にフリーキックを与えた場面、何気なくボールの前に立ってフリーキックでの再開を遅らせる荒木。すると主審から注意を受け、距離を空けるよう促される。下を向いて腰に手を当て、態度悪い風だったが、最後に主審が離れるタイミングでなぜかえへへへと満面の笑顔を見せた。鹿島対川崎の試合で、鹿島ゴール前での混戦、 GK が倒れている状態でシュートを打たれるがカバーに入っていた荒木がゴールライン上でギリギリクリアの超ファインプレー。しかしこのプレーがハンドとみなされ、一発退場に。リプレイを見ると肩でクリアしているようにも見えたが、まさかの判定に荒木も信じられないと珍しく顔芸かというほどの表情で必死の抗議。 VAR でも確認されたが、腕が広がっていたのが印象悪かったのか、やはり判定は覆らず荒木の退場と相手チームの PK となる。ネット上でも肩はハンドを、脇が空いてるとハンドだと論争が巻き起こった。解説動画で荒木のプレーが NHK の集金に払うふりをしてドアを閉めるやつと評される。トラップして前を向くふりをして、前を向かずに相手をいなすプレーを例えたものだが、とにかく相手にやべえやつと思わせるプレーらしい。荒木は A 代表に入れても面白そう、今ちょうどいないタイプなどの声が上がっているが、強度が足りないや南の、久保、堂安と丸かぶりなどの声もあり、意見が分かれるところ。純粋なトップ下での起用しか見込めないのは厳しいが、最終的には森保監督が使いこなせないと違った方向へ話が飛び火した。サッカーで好きな瞬間というお題に対して、守備が嫌いなのでと前置きしつつ、一人でボールを奪い切った時やギリギリでクリアした時、あまり前の選手でやらないからとなぜか攻撃でのプレーでなく守備のプレーを羅列する。若くして FC 東京のキャプテンを務めることもある松木に対しては、プライベートでは年下だし弟みたいな感じだけどと一度マウントを取りつつ、
ピンチに入ったらリーダーシップを取ってくれて頼りになると素直に称賛。ポジションでも縦の関係になるので、頻繁にすり合わせも行っている模様。というわけで今回は荒木良太郎にまつわる50の面白エピソードを紹介してきました。今回紹介したエピソードで視聴者の皆さんが一番気に入っていたものをコメント欄で教えてください。そして最後にこの動画が面白かった方はチャンネル登録だけでいいのでお願いします。またこのチャンネルではサッカー選手の面白エピソードを紹介してるので、ぜひご覧ください。それでは皆さんさようなら。